最悪。なんか怖くないけど強かったわ。開くんですね、これ。はい、ガチャ。ここは、来たことないかな。こうね、思わぬ場所で繋がってるとかありそうですからね。はー物置廊下。また扉ばっかりですよ。 えもう全然、あ、でも廊下。金の廊下。あ、あ、これ帰ってきたのか。なんどういうことあ、でも、ま、あ繋がってるっぽいですね。オッケー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 。ただ、ここに一個、扉が。あー、で、鍵ね。なでしこの文様。オッケー。だから、なでしこの鍵を持ってくれば開けられるってことですね。お回復アイテムくれ 射液のパーツ強化レンズ、血。いやー、欲しいのは回復アイテム。一定時間遅くする。あー、こんなんありましたね。うーん、いるかなー、これ。でもさっきの戦闘もそうでしたけど、びっくりしたなにこれえ最低はは <laughs> 最低サイアンドテイですよこれなんの糸があってあれあんなん置いてあんのあれえってかここのインテリアひどいですねあ61式嬉しいバシャバシャ使っちゃいましたからねで上もあるなうんこの地でねさっきみたいなこう一瞬しかよくわかんないタイミングで一瞬出るフェイタルんかいるなんかいる,なんかいる 式まあいいか1000ポイントなんか高いですねうーん少しでもねこうフェイタルフレームをもうちょっとこう分かりやすくできるのであれば有用かもですねあここは開かないとこれ行き止まりかあ行き止まりですねオッケーオッケーオッケーだいぶ捜索できたんじゃないかこれこれでこっち側はもう結構 見れました、ね、ああでさっきの扉が開くとこの奥に行けんのか上に見えてる場所ねああ疲れたもう疲れちゃいましたよでここ開けると戻んのかオッケー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 帰りましょう帰りましょうこれで廊下に出るんだあで鍵かかってたんですねさっきの場所これでぐるっと回れるようにじゃあ一応正規ルートを回ってきた感じですね そしたら、ええー、と、ごめんなさい。ごめんなさいね。うん、こっちこう来たから、じゃあこっちの奥、探索続けますか。ええー、違うなこっちですね。ん違うなどっちから来たんだ俺。<laughs> ええと、待って、スタートから見て、スタートから見て、右。だこっちか。オッケー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 。はなんかコンボは長くないですか もうそろそろミックに会いたいな我が家が恋しいですよこっちってこの上とかって見たんでしたっけさっき見てないですよね多分あれ見たっけ見てないな転売ないかなあああご神水ねはいはいはいこれもあのまあ、書いてあった通りなんですけど まあ、ああのー、万葉岩の強い版ですね。ライフ全開するバージョンです。五神水は、あの、多分ですけど、あのー、アイテムの、こう、持てる上限みたいな、のは多分ないんですよ。あの、ま、あそんなカンストするほど持てなかったってのもあるんですけど、まあ、でもそれくらいには持てるんで、これ一番使い勝手いいかもですね、五神水。あれあ、これだけ こっち何何これ道じゃないの壁に隙間が空いており。隙間は <laughs> ぼっこり空いてないこれ。隙間うーん。まあまあ。探索範囲が狭いのはとてもいいこと。迷子になっちゃうんでね。こっちどうでしたっけあー、こっちあれか。人形があった方だ。じゃあもうこっち行っていいかな行きますよ。 えっ、ー、と、こっちが、えっ、ー、と、いろりの間、だったかな。ああ、また視界が悪いこのザーザーなってるのは、霊がいるっていう証拠なんですかねあ、鳴き声するな、また。あ、これ、来たことあるかな 最初の場所じゃなないかなこれなんか文様の鍵があそう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 えっ、ー、とわりりんどねうん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 ここは知ってますねじゃあ戻ってきたんだぐるっとねでなんか鳴き声があっこの辺反応ある。 ではないですね。ああー、近づいてる。近づいてる。近づいてる。ああ、この裏怪しいんじゃないの？見つけたあー。違うな。でもアイテムですね。あー迷うが嬉しい。あれ、女の子泣いてると思ったんですけどね。ここで。違うのかな？一応カメラ。 あーいないいないよなあれこの上ですかねこの辺はもう物色しましたもんねうん転売できねえよって言った気がしますじゃあ上行きますかあああでも反応強くなってますようんうんここ初めてセーブした場所だ私覚えてる でも反応は絶対強くなってる。こっち。この扉。どっちだ、これ。ああ、でも、何もないですね。ああ、いたいたいた。見つけた。パシャ。なんで泣いてるんですかね、この子。王様んってわかん、でもなんだなんでいた なんてて言って今父様まで聞こえましたその後は騒いでて聞こえなかったえっ、ー、戦闘なる感じなのこれ違う出来心で出来心で取っただけなんですちょっと待って待ってえどこいないじゃんえ待ってあーいた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 ,いた暗っ視界が悪い <laughs> あっいった近えな何 <laughs> ごめんなさいあーでも一応ダメージは入りましたね フェイタルフレームにはなんなかったけどち着け落ち着け,ち着け相手はガキだ相手はガキだあーでもフェイタルフレームのタイミングが本当にわかんないですねちょこれやばいなハマってるハマってる <laughs> ごめんなさい変なとこ入ったさっきので <laughs> どっちどっちあーいたやばいえ何いつの間に早い いやーこれレーサー見失うんだよなどっちあいたはいあダメそううーんかすりきず今あの人が殺したって言ったピっはいよし捕まえたはいもう、まあ、いっちゃおあ,あもう倒した よし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 。ああ、でも、まあ、なんでしょうね。こう、見つからなくて厄介ではありましたけど。でもまあ。うーん、HP はね、さっきのあのー、おっさんの例に比べたら、少なかったですね。こっちは、だから来たことある場所ってことだよな。うーん、あ、ここあれだ。あの、タッキーがいた場所だ。 これ向こう行けないのかなうんまっあこれここかハハハおっ早速いますよなんかパシャこれ絶対やばいポイントですよねあれ無傷パシャ1000ポイントえっ まだ取れんのあ、押せない。ボタン押せないです。ふおー、びっくりした。操作できない時間にさ、あいつこっち、振り返るのやばかったです、今、鳥肌が。でもなんか、あ、さっきの扉か、あの、もっと向こう側。なんかね、出ましたね、あの、さ、今のあのー、巫女さん巫女の女の子。 が浮かび上がった。なんか、青い、ここ。気のせい。でも、反応ないもんな。違うか。気のせいでした。幻覚でした。これだけかな、ここ。ここ確かぐるっと回るんですよね。じゃあ、戻るか。じゃあ、さっきの扉が開いたんだ。もう、どこか覚えてねえよ。<laughs> もう、全然覚えてないですよ、どこか。えー、長くないあ、セーブ。あー、まあ、いいや。まあ、ご神水も万葉がもあるし、ポンポンポン,ポン行きましょう。死ぬことはないでしょ、きっと。 経験者なんで。あとどこ探索するんでしょうね、これ。この奥、ああ、こっち行けんのか。こっち。こっちから来たんだもんな。じゃあ、こっちか。玄関。あ、玄関玄関は、あの、一番最初に、あの、入れ墨の女の人に追いかけられて、逃げた場所ですよね。あれ降りらんない。あ、こっちか。 いやもう早く帰りたいよあこっちじゃないごめんなさいこっち来た方だこっちの方かな扉あありますねこっちらはいガチャと帰れないかなこれではいガチャほい いやこの先が見えにくいのほんとに嫌ですねでああそうこれいつもの場所だ覚えてますよ私だからこっちが出口うん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 見覚えのある実家のような安心感ですよこれ帰れちゃうのかなあえ出られんのちょでもそんなん聞かれるとなんかやり残しがあるような気がしてくるははは 気がしますよね。えー、じゃあさっきのところ戻るか。あの多分呪いが解けた場所。どこかちょっと覚えてないですけど。うーん。まあ、じゃあ一応、こっちも探索して、戻ろうかなとせっかく来たんで、なんか変化あるかもだし、アイテムあるかもだしね。まあ、探索、ぺーっとして、 変化なかったら、まあ、カットして、さっきの扉まで、戻ろうかな、と、思います。ますはいはい早いよ、今、カット中かと思ったのにあ、でもこれ、親子っぽいですね。一緒に探してくれますかって。あの、娘のことかなさっき殺しましたよ、私。 すいません。でも、向こうが悪いんです。向こうから手出してきたんです。この辺もでももう見たもんなあ,あ,あこの日本人形もそのままですね。うーじゃあ、奥行きますね。あ全然カットさせてくんない。はははは。 全然カットさせてくんないですよ。絶対反応ある、これ。セーブできなくなってますもんね。でも、これ女の子の鳴き声だからさ。倒したはずじゃないのあー、多いな、行くところ。一旦こっちにしますか。あーめっシゃ何マリー ?It's this a マリー ?Why, マリー <laughs> 遊んでたのかな上で。じゃあ上にいんのかないやーもうだってこれ一度来た場所ですよ。だって。それでこんなに盛りだくさんされたらさ。でも、反応こっちじゃないか。この先何でしたっけああ、思い出した。ここか。 い,いや、一旦戻ります。んー、絶対でも、鳴き声してるからいるはずなんですよね。視界も悪いし。こっちだな、こっちですね、反応。<laughs> あ、あ、これは最初から最初からだよな。でもいないな。隠れてんのかな、これ。お邪魔しまーす。あ、でもいないですね。違うか。っ <laughs> くれてないじゃんでもままあ見つけました父さん死んでしもうた。父さん死んでしもうた。って言ってましたね。えー、子供の霊がいた場所に古い紙片が残されている。今回は戦闘なしか良かった。文字が書かれた紙片。母様、ごめんなさい。父様は、小杖のマリを取ってくれようとして、落ちて、 怖くて。ごめんなさい。あー、父様じゃあ、落っこちて亡くなったのかなじゃあ、あの女の子、小ちゃんって言うんですかねお母さんへの手紙。お母さんはさ、お父さんが亡くなったこと知ってるんですかねあの、ちょうどさっきの、この3階っていうのかなの、上上 <laughs> 上っていうか横 の扉があれじゃないですかあの、屋根の上に通じる扉。だからあそこから落ちたんですかね青白い光って取れないのかなダメか。うーん。ここはね、レイさんが筋トレした後じゃないと通れない場所ですもんね。この下は、何でしたっけうーん。 なんもなさそうですねじゃあまあまた探索続けようと思いますあここかタッキーの隅か。 何なんつった腹から声出して。なんて言ってんのうん。まあ、ブラブラと一度来た場所を探索しているんですけど、タッキーの住みかでなんか、イベントっぽいものが。ん身分の高い人物の部屋、ここがそんな場所にタッキーいたの でもなんか、嫌がらせって、待って。ははははえ、まじでああびっくりした <laughs> もう取れなかった。もうマジでいいや。もう、無理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 最悪。今何、何、何が落ちてきた今。首もうよく見てなかったです。無理、無理でした。もう無理でした、生理的に。 帰ってこなきゃよかった。帰ってこなきゃよかった。<laughs> ああ、でもこれだけかな。うーん、そしたら割ともうこっち側一度来た方は、うーん、まあざっとですけど見て回ったので、あのー、呪いが解けたと思われる部屋まで戻ろうかなと思います。また道中ね、何かあったらご紹介しようと思います。 はい、見つけました。迷った。<laughs> ええー、扉に貼られていた人形が消えている。うんー、そういうことですね。ちなみにこっち行けなかったんですよね、確かね。うんうんうん。あー、まだあんのか、今日。このちっちゃい扉は、どういう、えなにここ。 これ何が貼ってあんのこれ。ああな,なんか変、変じゃないなんか。でも大丈夫。あ、この地をつけたからこうなったのかなえ、何これ顔顔かななんかこの小さい扉さ、普通に不便じゃない <laughs> 設計した人の意図がわかんないな。 え、何ここ普通にやこれはえー、ろうそくが灯された祭壇には、手のひらほどの大きさの綺麗な、宝珠かなが置かれている。何かの儀式にでも使われるものなんだろうか。えー、祭壇の上で何かが光を反射している。あ、割りりんねこれまたへ進めちゃうじゃんね。 これあの最初のところだ。狭い部屋の四方の壁に赤い布のようなものが無数に打ち付けられている。赤い服を着せた藁人形。赤い服を着せた藁人形あ、これか。でもこの部屋はそれだけ鍵だけかな鍵と嫌がらせ。<laughs> え戦闘おう、ふざけんなまして 逃がさねえよはいかわいいですね、この子。綺麗な顔。将来が楽しみですね。死ねえああ、もう一回できんだ。ごめんなさい。うわあ、もうできないと思っちゃった、コンボ。三コンボ目があったか。ああ、もう完全に。もういやもう休ませてくれ、頼むから。 あ,あこいつすばしっこいですね全然はい大丈夫かなこれ際どいあ取れた何かが映り込んだようだやったかこれおっしゃった、うん、このちっちゃい子はライフ少ないですねああなにえみこすの少女がいた場所に何か落ちているってことはあの親子とはまた別の子かな えー、灰色の表紙の日記。打ちつけられるのは痛いのかな少しずつ、少しずつ悔いをうがつのと、一度に強くうがつのでは、どちらが痛いのかな全部打ちつけたら、死んでしまうのかな死んでしまっても、いいのかな早く、本当のミコ様をうがちたい。どういうことあ 操作できない。でもあのー、さ、レイさんが最初あのー、悔いを打ち付けられる、夢というかさ、そういうシーンがあったじゃないですか。あれが眠り巫女の儀式なのかなあ、強制送還いや、いいんですけど、全然ね。<laughs> 全然いいんですけど。あ、強制送還ですね。で、ブルッとね。<laughs> コントローラーラブルッとするんですよこれ起きる瞬間 <laughs> ワリリンドーはじゃあまた次回か <laughs> いや今回長かったわ赤い人形の部屋フィルムねヘビのようなあざうーん赤い人形の部屋はあの最後行った場所ですよね ああ、じゃあ最後、ミックに声かけて帰りますか。帰りますか <laughs> 終わりますか。いや、今回は長かったですよ。ねえ、ミック。あれミックいない。猫だけいる。あれミック下ですかねあの、写真の情報を聞きたいんですけど、まだ調査は終わってないかな。なに ミックがふざけるななんでミックまで嫌がらせしてくんの味方じゃないんですかねだってもう軽蔑の目をしてましたよレイさん 怖っ、こ,わこれミックも敵になったらもう俺立ち直れないですよ。ミック、その歌、レイさん、おはようございます。歌、ですか私も、どこで聞いたかあまり覚えていないんですけど、一作目でこの歌出てきたかな俺も覚えてないですね。最近、夢で聞こえる気がするんです。 歌詞の意味もよくわからないんですけど、どこかの方言なんですかね。夢ミックも夢見てんのかな日なさミック。こもり歌のような歌。その、夢って、あまり覚えていないんですが、夢の中で、私もこの歌を歌っているんです。歌っていると、何か、懐かしい気持ちになって、大切な人を、思い出すような。兄ちゃんかな でもその夢の最後は、すごく、怖くて、怖いことだけは覚えてるんですが、夢なんて、そういうものなんでしょうね。まあ、そうだけど、夢ってこうなんかニュアンスだけ覚えてますよね。起きた後も。あれ写真の話はできないのかそっか。じゃあ、現像して、今日はおしまいにしようかな、さすがにね。長いですもんね。 いやあ、怖かった。何あ、なんか手紙こんな感じなんですね。こう、ポストがあるわけじゃなくて、直接家に届くんだ。便利ですね。えー、郵便受けの前に封筒が届けられている。あ、K からの手紙3。続きですね。全略。例の都市伝説において、新たに見つかった証言テープを送る。u が持っていた方が、 しっかり保管しておいてくれるだろう他にも数本見つけてはいるが当時の蓄音機からラビングされた相当に古いもののためテープの傷みが激しい今修復を頼んでいる届き次第そちらに送るようにするよこれユウさんは何の仕事をしてたんですかねこんなん送りつけられて最近伝承や昔話民族宗教のような民族学的なことばかり調べている ゆうとマフユは、あマフユそういうのが専門だったよな。興味深い世界ではあるが、あまり深入りはしたくないと思うよ。これだ、マフユマフユがお兄ちゃんです、確か。マフユの妹さん、あ、あ、書いてたわ、書いてありました。ミクさんだったか、は、元気にしているだろうか。各方面に手を尽くしてはいるが、高峰純正氏を探して姿を消した彼の行方についても、依然わかっていない。 彼も、神隠しだとでも言うんだろうか。そちらも何かあったら知らせてほしい。ミオの症状が思わしくないので、病院に預けることにした。彼女はもう、2日に1度、それも、2,3時間くらいしか目が覚めなくなってきている。調査を急がなければならない。そうそう天倉系。ミオも調子悪いんだ。無事生還してもね、あんな感じになっちゃったら、 あんな感じっていうか、なんかこの病院にねえ、引き取られるような状態だったら報われないですね。ああ、みおちゃん、そうだ。なんかちょっと幼い気がしなくもないけど、こんな感じでした。2作目の主人公ですね。で、カセットテープ。えー、少し古いカセットテープのようだ。ラベルには、眠りの家の記録、症例 A と書かれている。 部屋にあるカセットデッキで再生できるかもしれない。ええー、気になるな。これ聞きたくなっちゃうな。ひなさき真冬。兄ちゃんですね。え終わりもう夜 <laughs> えー、どうしようこれ現像とカセットテープと。あー、いいや、じゃあ次回にしますね。うん。じゃあ次回現像してカセットテープ聞いて。 ま、もしミックがいれば、写真のことね、あの何か情報がないか聞こうと思います。えー、では、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお願いします。では。